Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So this is gonna be all Japanese edition, and sorry about that. Please check another English versions. I appreciate about that a lot. それでは日本語バージョンです。この坂野桃子さんのですね、一人相撲っていうエッセイというか、この作品ですね。あとおんぶに抱っこ、このシリーズご存知でしょうか。まあ、ちびまる子ちゃんとかね、あと他のたくさんのエッセイとか絵日記とかで有名ですし、僕もたくさん読んでるんですけど、このおんぶに抱っこ、それから一人相撲、本当に素晴らしいです。なんていうのかな、さくらももこさんの今まで知らなかった部分っていうのは本当によく描かれていて、漫画バージョンもそれもおすすめなんですけど、やっぱこの文章で全て読むと本当に感動します。で、包み隠さずね、なんか自分のこう過去とかを当時思ってた気持ちとかね、感情とかを描いてて、こうやたらにただ明るくしようとかそういうことじゃなくって、本当に素直な気持ち、ダークサイドも含めて書いてあるんです。ディープです。で、本当に爽やかな気持ちになりますし、思春期の頃とか、その終わりがけですね、あとこの本当に幼少時代、本当にこんなことがあったんだとか、あとね、父の広志さんとか、母のすみれさんとかのね、とか、おばあちゃんとかもそうですけど、なんかこう本当のお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんがどうだったかとかね、そういうとこと、よく描かれててっていうか、本当素直に描かれてて、感動します。よかったらご覧になられてください。お読みになってください。きっと気に入られると思います。 Well, thanks for checking this out. Hope you guys have a great day and talk to you soon. See you later. Bye. 良い一日を。